いらっしゃいませ。こんばんは。はい、どうぞ。抹茶豆乳ラテにさくらんぼのリキュールを加えたマラスキーの抹茶ラテです。物事をその場でごまかしたり取り繕ったりすることをお茶を濁すって言ったりしますが、あれはなぜなんでしょうか。そもそもここで言うお茶とは抹茶のことを指しているんだそうで、茶道を全く知らない人がうまく立てることができなくて、適当にそれらしくお茶を濁らせてごまかしたことからお茶を濁すっていう言葉が生まれたんだそうですよ。それではありがとうございました。